はい、時間になりましたので始めさせていただきます。と、さっきにと、はい、東大大学前に少し場の紹介をさせていただきます。私福間と申しまして、大崎の建屋最上階南端にあるブリッジターミナルの事務局をさせていただきつつ、お仕事が終わった後に業務外の、まあ放課後活動としてこういったイベントの再興をさせていただいております。ブリッジターミナルという場所は社員はもちろん社外の人も招いて多目的に使えることを特徴としておりまして、私もこういう場の上に携わるまではイベントを再興したことは特になく、そうですね、運営ノウハウのためにもやってみようかなということで隔月マックス20名くらいで開始したんですけど、やってみてこれが非常に楽しくて、幅広い方々にもお会いできるし、その人のお話を告知するだけになると、真面目に頭ですけど告知文を出さないといけないので、まあ、必ず読みますね一行も読まないやったことないですね。で、その後共通の興味を持って集まった人たちと、お話どう思いますみたいなお話を鉄板のアイスブレイクトークとしてできるので、登壇者とお話しできることはもちろん、一緒に集まる方々ともお話しできて楽しいという感じで、やっております。まあ、コロナになって、リモートのみになった時代もありますし、今はそのリモートの良さもいろいろあるので、だいたい半分以上のイベントは今もリモートですけど、まあ、たまにはリアルもやってそれはそれで楽しかったりしております。こういったさまざまな登壇者、9割5分以上かな、登壇いただいた方の紹介だったり、参加いただいた方の紹介で、登壇いただくことが非常に多くございまして、皆様も登壇してみたいとか登壇してもらいたい人がいるみたいなのがありましたらご紹介いただけるととても嬉しいです。はい、本日は根岸様にお越しいただいております。根岸様はですね、明日登壇予定な同じ英語教師の矢野先生から紹介いただきまして、ストア科の日本一の英語講師ということで、私も今日のお話とても楽しみにしております。それでは改めまして拍手スタンプでお迎えください。根岸様になります。ありがとうございます。では早速共有をさせていただきます。はい、見えてますかね。はい、本日は世界中で12万人社員の方がいらっしゃる、ソニーグループさんの本社のお膝元大崎のね、ブリッジターミナルで講演会をさせていただくという機会をいただきまして本当にありがとうございます。この講演会を運営してくださった福間さん、そしてご紹介いただいた矢野真理子先生、そして貴重なお時間を割いてご視聴いただく皆さん、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。ご紹介いただいた矢野真理子先生は本当にここ最近オンライン英語先生、講師、コーチング、ね、幅広く活躍されていて、おそらく明日もね、また登壇されるというふうにお伺いしてますので、本当にね、ソニーグループの社員の方々はすごくラッキーじゃないかなというふうに思います。早速始めさせていただければなと思います。最近ですね、毎日同じことの繰り返しだなとか、ワクワクは減ってしまったなとか、まあ、そのようにね感じることっていうのはおそらく徐々に年齢を重ねてくるとあったりするんじゃないかなと思います。できなかったことができる瞬間はかなりワクワクするんですよね。行きたいと思っていたところに行けたとかね、行きたかったレストランでおいしいものを食べたいと思ったものが食べれたとか、まあ、そういった叶えたいことがたくさん叶う人生っていうのに皆さんしたいですよね。英語ができるようになると今までにできなかったたくさんのことがたくさんできるようになります。今回参加された方の中に必ず
人生が大きく変わりましたというふうに言っていただく方が現れると確信しています。なぜかこれまでも何人もの私の受講者がですねそのようにおっしゃっているので、おそらくそういう方が現れるんじゃないかなというふうに思っています。ところで皆さんはご自身の中でレジェンドっていうふうに思う方、心に思っている方っていらっしゃいますでしょうか。この人は自分のレジェンドだ、自分自身のレジェンドっていうね方がもしいればですね、まあ、チャットでね送ってみていただいてもよろしいでしょうかね。もしかしたら有名な方かもしれません。芸能人とかアスリートとか、あるいは身の回りの知人の方とか、まあ、上司とか同僚とかですね、まあ、そういった方々もいらっしゃるかもしれないと思います。共有が今途切れる、ちょっとお待ちください。一旦あ大丈夫ですね。はい、実はですね、あ結構皆さん孫正義さんとかね、森田さんとジョブズさん、あはいそうですね、実は私にもレジェンドいるんですね。皆さんよくご存知の方ではないかなと思います。私のレジェンドはなんと森田明夫さんです。親しみを込めて森田さんというふうに呼ばせていただきたいなというふうに思うんですけども、実は大学時代4年間東京の港区虎ノ門にあるホテルオークラというところでアルバイトをしてました。そちらでですね主に宴会場でウェーターとして働いてたんですけども、土日は結婚式場披露宴なんですが、まあ、長期の休暇夏休みとかですね、まあ、そういった時になると平日は主に主要な企業のですね懇親会とかパーティーとか会議とか、まあ、そういうのが広くたくさん行われてました。でその場にですねしばしば森田さんは足を運ばれてました。で私も頻繁に長期休暇にはアルバイトをしてましたものですから、そのうち名前と顔を覚えていただいて、まあ、いつしかお話をするようになりました。大学3年生4年生にもなるとですね、まあ、こう VIP の方にアテンドするというような感じにもなってですね、まあ、しきりに森田さんと顔を合わせるそういった機会をいただくことになりました。すごく印象的なのはですね、例えばお水を持ってきてくださいとかいうときにですね、必ず後でとおっしゃるんですね。後でお水をくださいとか、私たちのようなサービスをしている人間にも非常にこう配慮をいただいている。そして時にはご婦人、よしこ夫人お連れになる時あったんですけども、奥様のことをお嬢さんというふうにお呼びになるんですね。まあ、そういったことっていうのは本当にこう近しい方たちしかおそらくお知りにならないのかなというふうに思いますけれども、本当に気遣いの方だと思います。ご自身またはソニーグループさんの会社の主催の会合があるときとかは、もう宴会場入り口とかですね、もう車寄せホテルのですね玄関口まで自ら、まあ、当時社長だったと思いますけども、お出迎えしちゃうっていうね、それでも久しぶりに会った方とかと会うとですね、もう子供のようにはしゃいじゃうんですね。でもそういうなんかこう人間味のある、まあ、通常は大企業のトップの方はそういうふうにならないと思うんですけども、もうなりふり構わないんですね。そうかと思うと、まあ、外国人との会合なんかはもう本当に英語で商談をする、接触を行う、まあ、そういう姿がすごく印象的でした。当時はまだ英語でトップが外国人のいわゆる社長さんとかですね、そういった方と直接話すことはなかったんですね。でも森田さんはやっぱりそういうことも全てご自身でされていた、世界を相手に仕事をする姿、本当にかっこよくて私にとって憧れでした。
常に底抜けに明るくて、品が良くて、気さくで優しくて、笑顔が印象的な素敵な方です。いつか自分もあのような大人になりたい、ああいうビジネスマンになりたいというふうに思って、机の前に写真を貼って一生懸命勉強してました。今でいうおそらくインフルエンサーのような、ね、方じゃないかなと思います。だからこそスティーブ・ジョブズとかマイケル・ジャクソンとか、まあ、そういったセレブの人たちをも魅了したんじゃないかなと思います。まあ、そんな日本人今いないと思うんですよね。特にビジネスパーソンでいるかといったら、おそらくちょっといないかなと。まあ、日本人という意味では、まあ、最近はね、大谷翔平選手がものすごく活躍されてますけれども、まさにそのぐらいの感じのご活躍だったんじゃないかなと思います。当時はまだメイドインジャパンというようなものはもう安物の代名詞という時代でした。でもそれを見事に覆した日本が世界に誇るビジネスパーソン、森田明夫さんだったと思います。皆さんはその DNA を受け継いでる、そういう方々だと思います。なので私自身本当に、まあ、恩返しと言ったらすごくおこがましいですけれども、英語の学習とか英会話上達とか、そういったことで何か役に立てるのがあれば、何でもね、気軽にご相談いただければなというふうに思います。ここで今回お話しする内容を簡単にご紹介させていただきます。まず最初に前半はですね、英語の必要性と重要性、これについてはもう今まで散々言い尽くされたことだと思うんですけども、これからの英語に対する必要性と重要性というのも確実に変わってきます。データをもとに客観的にそのことをお話しいたしますので、ぜひ再認識していただきたいなというふうに思います。そして後半はこの講演のメインであります超絶な時短英会話上達法ということです。他の英語塾やスクールとの違い、差別化についてお話した後に上達に必要なことお話したいと思います。そして英会話に必要な英文法と型についてお話していきたいと思います。まずこれまでに英語で夢を叶えるプロセスということについて、自分自身の自己紹介を交えながらですね、お話しさせていただきたいなと思います。これまではですね、本当に素晴らしい人生を過ごしてこれたんですけども、全ては英語のおかげであります。中学時代にラグビーがしたいと思って、ラグビー部の強い、当時偏差値50頃くらいの公立高校に進学しました。高校時代はもうほとんど勉強なんかしません。もうラグビー一本って感じで、もう朝練もありましたし、夜も遅くまで練習してました。ただどっかで大逆転しないとまずいなというのは思ってました。なので、まあ、英語さえやっておければ大丈夫かなというようなのがなんとなく心の中にあったんですね。でその時に愛用していたのがソニーのウォークマン。もうこれ当時まさに私自身が使っていたのと全く同じものです。懐かしいなとね、思っていただける方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。オートリバースって、ね、書いてますけど、オートリバースの機能がついてるなんてソニーのウォークマンぐらいしかないんですね、この時代。オートリバース自体ちょっと多分若い方はね、分からないかも分かりませんけども、カセットテープがですね、 A 面が終わると自動的に B 面がスタートするんですね。この機能がないといちいち取り出してカセットで、またひっくり出して中入れなきゃならないんですね。これ満員電車とかでやるとすごく面倒くさいわけですよね。なのでもうこれがあるのはもうソニーのウォークマンということでした。でこれでまあリスニングの練習というかね、リスニングをしたりとかいうことをしてました。高3受験生になってからは英語で学べる大学どっかないかな探しました。そうするとテンプル大学、フィラデルフィアにあるんですけども、その日本校がある、その存在を知ったんですね。今は東京渋谷から田園都市線で2駅、三軒茶屋にあります。専攻は政治学、アジア研究、ダブルメジャーだったんですけども、まあ、大変ではあるんですね。アメリカの大学勉強しないと卒業できません。大変ではあるにもかかわらず、まあ、勉強したくて入った大学だったんですね。一生懸命勉強しました。大学時代4時間以上寝たなんて日はまず記憶にないです。そのぐらい一生懸命やりました。もう勉強好きでたまらなかった、楽しくてしょうがなかった。
で、猛勉強の甲斐があって4年間全額学費免除の奨学金もいただきました。またマグナカムラウデっていうね、皇后雅子さまがハーバード大学から授与されているのと同じ成績有志者の称号を天府大学からいただいて、その称号付きで卒業証書をいただいています。なんでここまで頑張れたかということなんですけども、4年間頑張れたのはまさに森田明夫さんのおかげなんですね。明確なビジョンと高い理想、これを常に持ち続けること、これが学習を継続していくことにはとても大事なことなんですね。このことをやはりまずは皆さんに今日お伝えしたいなというふうに思っています。英語できたらどうなりたいのっていうのがあるのかっていうことなんですね。天府大学ご紹介ですけれども、これ世界の大学ランキング、今年ですね、2023年、主な日本大学と天府大学ということですけれども、日本の大学の序列の中に入ると、どのあたりに位置するのかというものなんですけれども、大体これでいうと5番目、5位グループっていうぐらいですかね。なので、今、円安ということもありますし、海外で学びたいという方にとってはですね、国内でも完全にアメリカの大学で学ぶのと同じ環境で学べる大学がありますので、とてもいい選択肢の一つなんではないかなと思います。サマースクールとかもね、やってるようですし、非常に知り合いとかものお子さんがね、受けてよかったよっていう評判もあったりとかするので、ぜひご検討いただければなと思います。そして卒業後は、キャンター・フィッツジェラルドっていうね、米国債のみを取引する、そういった証券会社に最初東京支店に勤務することになりました。そしてその後はベアスタンス、バークレイス、バンクオブアメリカ、ソシエテジェネラル、アメリカ、イギリス、フランスの主要な投資銀行で約20年ほど勤務することになりました。転々とはしましたけども、主に米国債をはじめ主要国の国債市場に関わる、そういったお仕事をさせていただいておりました。具体的には各国の財務省や中央銀行と日本の大手の機関投資家さんをつなぐ、国家機密に関わるような、そういった仕事をさせていただいておりました。まさに学生時代に夢に見たかっこいい国際的な舞台というところでした。取引量が多い時とかですね、具体的に数字を上げると1日にだいたい総額1兆円以上の取引をして1億円以上会社に収益をもたらすと、そんな感じでした。なので、1人のセールスマンがですね、1日で粗利で1億会社に向けさせる、なかなかそういうのないと思うんですけども、そういう巨額な、お金を動かすような、そんな仕事に就いていましたということです。本当に思いのほか舞台が大きすぎて、毎日が夢のような時間で、あっという間に20年間過ぎ去ってしまったなと。いう思いがします。その後5年間日本の銀行に勤めた後、2020年の1月に会社員生活を退社して、そして2021年からですね、日本最大級の学びのプラットフォームストアカに仕事の舞台を移すことになりました。皆さんストアカってご存知でしょうかね。もし知ってる方いらっしゃったらね、リアクションボタンを押して見ていただけますでしょうかね。いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね。ポツポツ。ありがとうございます。ね、今日もね、ストアカの社長が、おそらくご視聴いただいていると思いますので、きっとさぞ喜んで、いただいているんじゃないかなと思います。ぜひですね、皆さんストアカ登録してみてください。習いたいこととか知りたいこととか悩み事とか相談したいこと、もう何でも解決します。これオンライン講座だけなんですけども、探すって、このページですね、ストアカのページなんですけども、すべてのカテゴリー見ると、これ4万3000ぐらいなんですね。オンラインだけでですよ。で、例えばサブカテゴリー見ると、英語語学とかね、ビジネススキルとか、ビューティーヘルスとかね、いろいろこういうふうにあるわけですね。で、その中でもまた細かく分かれてる。だからこうできないこととか解決できないこととかってないんですね。もうほとんど何でも習い事のみならず、占いとかそういうのもありますし、何でも教えてたりとか解決することができるという感じです。で、大体
ストア課に登録している先生、日本全国で5万人以上、いらっしゃる、活躍されているという感じですね。で、その中で、なんと、本人が一番驚いたんですけども、初月から1年5ヶ月で、その全国5万人以上の先生の中のトップになることができましたということでした。あ、これがね、その時の、スクリーンショットですね。これが1人のショットですかね。これ人気ランキング、8月23日から、あ、28日ですね、9月3日集計って書いてありますけれども、この1週間に、全国でも最も多くの生徒を教えた先生ということで、日本一になってます。今この時よりももっと生徒数増えて収益も増えてますんで、おそらく今もトップ、あるいはまあそうじゃなかったにしても相当そのレベルに近いところで未だに走り続けてるんじゃないかなという感覚を持ってます。そして去年はですね、まあ、年間という意味でも三冠、ストアカーワードっていうのがあるんですけどね、三冠を受賞させていただきます。最多開催賞、最も多く授業を開催した先生、去年1年間ですね、これも受賞させていただきました。そしてカテゴリー賞、英語枠、このカテゴリーの中で最も多くの受講者に対して学びと出会いを供給したってことですね。そしてリピーター賞、最も多くのリピーターの受講生を教えたっていう、まあ、これは非常に嬉しいですね。何度も何度も私の授業を受けていただいたということです。はい、これはね、今年の6月にストアカ懇親会があった時の模様なんですけども、この方ストアカの社長、藤本社長ですね、ツーショットを撮っていただいた時の写真です。これまでストアカはですね、2年半先生としてお世話になってるんですけども、延べ6000人以上に受講していただいております。今主に中学英文法、高校英文法、英会話、そして英検合格講座などを中心に授業を行っています。毎月だいたい延べ250人から300人ぐらいが受講していただいています。そして趣味がね、2つほどあります。まず1つは京都学ってことです。まあ、京都っていうのはね、京都学ですね。これ祇園祭りの時の写真です。右側ね、有名な芸妓さんと一緒にね、写真を撮ってますけどね、もしかしたらご存知の方もね、いらっしゃるかもわかりませんけども、10年ほど前に京都検定1級ってものをね、目指して一生懸命勉強してた時期がありました。で、その頃からですね、少しずつって感じなんですけども、京都はこれまで700箇所以上の寺社仏閣を訪れてきました。その多くは歩き、そして自転車っていうね、もう自分の足でね、見てみたかったということですね。で、京都に住みたくて会社を辞めたぐらいなので、まあ、今は大好きな京都で過ごしています。京都がお好きな方、そして京都にご縁のある方、ぜひね、ご連絡をいただければなと思います。そしてもう一つはランニングです。こちらはフルマラソンを完走した直後の写真です。富士山マラソンですね。河口湖の周りをね、こうぐるぐる走るっていうことですけどね、マラソンはコロナ前はだいたい年に 2,3 回大会に出てたんですけども、コロナになってからね、ちょっと大会自体がなくなっちゃった。でも来年はまた2月に4年ぶりに京都マラソンに参加する予定でございます。東京にいる時はね、公共ランナーでした。今はね、京都御所の近くに住んでますので、御所ランナーということで、ね、まあ、いずれにしろ天皇家のお家の周りをぐるぐる回ってるということでございます。まあ、我こそはランナーだって方もね、ぜひぜひご連絡をいただければなと思います。さあ、そしてですね、ここからが徐々に本題ですけどね、英語の必要性と重要性について見ていきたいと思います。この図見たことありますか？急降下、ね、日本の人口の推移です。2004年にピークを打ってから、もうだいぶ今年で20年近くですかね、経ちますが、どん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 人口減ってますよってことですね。だいたいどのぐらい減ってるかご存知ですか？毎年50万人超、去年は55万人日本人がいなくなっちゃったってことですね。で、この少子高齢化、人口急減で英語へのニーズが加速しますよっていう話をさせていただきたいと思いますね。今後2100年まで、
毎年50万人から100万人減るっていうのが予測されてます。そうすると2100年には5000万人割れちゃうよってことですね。これ今の半分以下ですよね。で、2100年なんて関係ないわって思う方も多いと思うんですね。特にもう社会人になられてる方とかね、77年後関係ないと思われてるかもわからないですけども、今一緒にお住まいのお子さんどうでしょうかってことですね。身の回りにいる方、まあ、お孫さんとかですね。これ2007年当時に発表されている統計です。2007年生まれの日本人の半数以上は107歳より長く生きるという推計が出てます。もうこの時から15年以上経ってるわけですから、この数字っていうのはおそらくもっとポジティブな、もっと楽観的な数字になってるはずです。今の社会制度っていうのは人口が増え続けることが前提です、ね、そうすると人口が減るってことは絶対に国としては避けなきゃならない。そうすると国はそれをサポートするためにじゃんじゃん外国人を国内に入れてくるっていう策を取る可能性が非常に高いってことですね。それは観光客であり労働者でありってことですね。そうするとこれまでは英語ができたら有利だよねっていうことが言われてたかと思いますけども、今後は英語ができないとまずいでしょ、苦しむよ、不利でしょっていうふうにどんどんなっていく、そのぐらいニーズが高まっていきますよってことですね。英語ができれば海外で生き延びる選択肢っていうのも増えると思います。英語の情報に直接アクセスすることができればすぐにでも海外で生活することができるということですよね。情報にアクセスするっていう意味においては、これインターネット上で、まあ、皆さん大概今ねインターネットとか YouTube で調べ物をすること多いと思いますけども、インターネット上で英語のサイト割合どのぐらいだと思います？逆に言うと日本語でのサイトどのぐらいの割合だ、なんとなくざっくりとでもご存知だったりとかしますかね。これ実はウェブサイト数によるランキングっていうのが Wikipedia に載ってます。英語はなんと 63.4% です。日本語はわずかに 1.9% しかありません。なのでランダムに100個のウェブサイトを世界中からピックアップして持ってきたら、100個のうち63個は英語でした、たった2個だけ日本語でした、こういうことですよね。そうすると得られる情報量、獲得スピード、その鮮度、すべてにおいて圧倒的な差があるでしょって話なんですね。英語を身につけていないと知らないうちにどん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 情弱で無知な存在になってしまいますよって話なんですね。日本にいるとそれが気づかないんですよね。気づかないうちにその存在になってしまっているということです。では今度は英語を実用レベルで使っている人、世界でどのぐらいいると思いますか？英語人口、英語人口に関しては約15億人と言われています。昨年世界の総人口は80億人を超えました。英語ができれば世界中の約5人に1人と話すことができるということです。ちなみにネイティブっていうのは英語人口15億人のうちたったの3億8000万人しかいません。世界中で英語を話す人の約 75% がノンネイティブということなんですね。これただ実際にはですね、英語を公用語もしくは準公用語としている国というのは大体世界200カ国ぐらいありますけども、54カ国、約4分の1の国が公用語または準公用語としています。そしてその54カ国の総人口は20億人を超えると言われています。なので15億人どころか20億人を超える人が英語を話すってことなんですね。英語を使うってことですね。そうすると4人に1人ということになります。この下の図を見ていただく通り、大部分がノンネイティブにもかかわらず、日本人はいまだに綺麗な発音でちゃんと話せないととか、恥ずかしいとかって言ってるわけですね。まあ、そういっていつまでも練習しないとですね、本当に話せない
という状況がずっと続くと思います。この国は本当にネイティブ信仰があまりにも強いんですね。これこそが上達の妨げになっているんじゃないかなというふうに思います。そして今度は人生100年時代における英語のニーズの変化ということですね。ごめんなさい、これですね、はい。なんで人生が100年時代長く生きるようになると英語へのニーズが高まってしまうのか。それは人生が長くなればなるほど学び続けなければならないニーズが高まるからですってことですね。今までは上の図のように教育、仕事、老後、この3つのステージでほぼ固定化されているわけですね。最初の20年ぐらいは学校行く、その後の40年ぐらいは仕事する、そしてその後は余生を過ごすということですね。今後100年時代、長寿社会では下の図のように人生はマルチステージ化するだろうということですよね。ライフステージとか時代に合わせて学習機会が増える。今でさえもうリスキリングだとかリカーレント教育だってことがかなり言われてきてるわけですよね。そうなった時に何かを学ぶ、情報を身につける、獲得するなった場合、さっきの図でお示ししたように情報獲得能力の差が、日本語だけしか知らない、英語もわかる、その差が30倍以上開いてるんですね。だったら30倍の状態で超絶なスピードで学習したくなりませんかって話なんです。極端な例かもわかんないですけども、例えば幼稚園のグループ、大学生のグループ、2つのグループがあったとしますね。そうするとその2つのグループの人々に対して、ここから、大崎ですけど品川の近くですね、ここから例えば東京駅まで行く道のり調べてください、何分かかりますか、歩きだったら自転車だったらとか、いろんな質問するとしますね。そしたらその2つのグループはどういう手段でどうやって調べるか、この2つのグループに情報獲得能力の差が30倍あるかどうかは分かりません。だけれども日本語しか分からないっていう状態であれば、間違いなく幼稚園のグループにいるのと同じですよね。そのまんまの状態で生活し、勉強し、仕事し、子育てし、続けるんですかっていうことですね。英語が分かる人は30倍のスピードでそれをやってるんですよっていうことになります。極端な話を言えばですよ。だからやっぱりニーズっていうのはどんどん高まる一方ですねということです。そして人生設計と働き方の変化っていうことについてですけれども、長寿化に加えてですね、昨今では大卒の一斉採用の見直しとか中途採用の多様化とか、そういったこともかなり行われているわけですね。そうなると人生がやっぱりマルチステージ化しやすいでしょって話なんですね。一つの会社で一つの職種でっていうのはもう限界なわけですよね、もうすでに。そうするとじゃあどうしなきゃならないか、自分が活躍できるステージを自ら自分でプロデュースする、そうなった時に英語ができるとそのステージの数とか幅が広がりますよねということです。お金とか土地っていう財産よりも、今後より重要な財産っていうのは自分自身に身についたスキル、健康、体力、人間関係、人脈、そういったものがより大事になる時代だと思います。組織の外での人間関係、人脈のことですね。組織とか序列の外では多くの社会人の方はただのおじさんおばさんだったりする可能性が高いわけですね。でこれでは全く意味がない。だから外に出ても誰もが自分自身をプロデュースし、ブランディングし、マーケティングする力をつける必要があるというふうに思ってます。そこで時短英語教室というものをオンライン上で運営するようになったということなんですけども、講座の特徴をお話したいと思います。まずこのブランディングなんですけども、ブランディングを意識しなきゃなと思いました。でそれは何か、学校や塾がどう頑張っても提供できないような価値を提供しようというふうに思ってきました。それこそが差別化だなというふうに思ってきました。
列島社の中でナンバーワンを目指すっていうのはこれもほぼ不可能ですね。何の看板もないわけですね。もう根岸隆則っていうこの自分の生命しか看板がないので、まあ、その中で大企業とかそういった英語塾とかですね立ち向かうのはもうほぼ不可能。じゃあどうするか。ブルーオーシャンの中でオンリーワンの存在を確立する方がまだ楽だろうというふうに思いました。時短で成果を出す、そのことにフォーカスしようというふうに思いました。これは教えるだけではなくて英語の上達の方法、例えば英検の合格の方法、そういったものをしっかりとサポートするようにしようというふうに思いました。いわゆる授業以外の時間をどう過ごしたらより効果的に学習が進むのかっていうところですね。そして心のつながり、これは24時間寝てるとき以外は速やかに質問や相談に常にお答えしますよっていうふうに受講生のは必ず言ってます。常に寄り添う姿勢、これを示すようにしてます。そして一番下にワンティームワンドリームってありますけども、これはまあ三位一体って書いてますけども、受講者の方と保護者の方、そして自分自身ですね、私ですね、三者が協力して一つの夢、まあ、目標ですよね、チームとして一つの目標を目指す方が受講者一人で目指しているよりもより最短でいけるでしょって話なんですね。これは主に小学生、中学生、高校生の受講者の親御さんにはなるべくこのようなお話をさせていただくようにしています。昨今ではコミュニケーションツールがどんどん発達してますね。そうすると逆に人間のぬくもりのある心のつながりっていうのは徐々に冷めたものになっているんだと思います。だからこそ応援とかサポートとかし続けること、それをしっかりと文字にする、言葉で伝える、それが受講者のモチベーションを維持するんじゃないかなというふうに考えています。そして上達にも最も重要なことですね、これは目標と期限ということです。特に英会話上達したいっていう方、大部分の方は目標と期限っていうのがほとんどはっきりしてないんですね。これ例えば学校であれば試験、宿題、期限ありますね。仕事当たり前ですね、納期があります。でも英会話の上達ってどこを目標にしてるんですかって話です。ほとんどの方期限がないんですよね。英会話っていうのは継続が最も大事です。人間にとって継続というのは最も難しいです。そのためには優先順位を上げる必要なんですね。だからさっきの目標って話ですけども、レジェンドを持ってくださいの、そういうことなんです。強い気持ちを持ち続けてないと目標は達成できません。そして期限をしっかりと決めるってことですね。西暦の何年何月何日までにどのぐらいのレベルを誰とどういう場面で話せるようになりたいのかっていうことですね。そうするとそのためには今月は今週は今日何やんなきゃいけないのかって決まってきます。そしてコスト意識を持つってことですね。これも欠けてませんかってことですね。特に英会話を上達させたい方、数字しっかり追ってますか。仕事とか試験とか部活とかでさえも数字追ってますよね。普通は基本ですよね。それ英会話学習で数字追ってる人っています？あまり見たことないんですよね。ここが上達しないことの理由の一つでもあるかなと思ってます。毎日小さな成功体験を積み重ねて、その何を積み重ねてるかっていうのをちゃんと数字でカウントして数字を管理してほしいんです。数字を追ってほしいんですね。もし英会話を習っているんであれば、そのスクールに受講料を払っているんだったら、じゃあそこで学んだスキルを何ヶ月後、何年後に回収できるのか、自分が身につけた英語力でどう回収するのかとか、そこまでしっかり計算に入れてるかどうか、仕事だったらこれやりますよね。なぜそれを英会話の上達に適用させないのかということです。そして正しい順序について、
例えば野球ができるようになりたい場合はまずルールを覚える、そして体力をつける、おそらく腕立て腹筋走り込み、まあ、こういうものですよね。でその後投げる打つ基本を身につける型ですよね。キャッチボールしたり素振りをしたり、ここまで来てようやく連携プレーとか実践で役立つ動作練習するわけですよね。ようやくその後最後試合練習試合公式戦、まあ、非常にシンプル分かりやすいですね。英会話の正しい順序、まず最初はルール英文法を理解すること、そして体力、まあ、ここは語彙力ですね主に。そして英語の型を身につける、これはひたすら一人で音読を反復するっていうような音読トレーニングをする、そこで役立つ表現がスラスラ言えるようになって初めてスクールやオンライン英会話に習いに行く、そこでリアルに外国人を目の前にして会話が成り立つようになって初めて外国人との会話というのがスムーズにいくというプロセスだと思いますが、多くの方はこの 1,2,3 を吹っ飛ばしちゃってるんですね。いきなり4から始まる、英会話できない、できるようになりたいな、いきなりスクール行く、あるいはオンライン英会話始める。さっきの野球の例で言うと腕立て腹筋走り込み、投げる打つといった型を身につけない状態でいきなり連携プレーとか、いきなり練習試合や公式戦出るとか言ってるのと同じなわけですよね。それできるようになるわけがないっていうふうに客観的に見ていて思います。なのでやっぱりこの辺、まずその 1,2,3 の部分、私自身の英会話の講義はこの 1,2,3 の部分を主に徹底的にやるということです。要は 4,5 にスムーズにいけるようにするっていうのがミッションです。そして正しい方法ですね。モチベーションやる気に頼らないってことですけども、感情のような左右するもの、アップダウンのあるもの、こういったものに依存して継続というのは続かないわけですね。よし明日から1時間やるぞ、そういう意気込みはいいんですけども、意気込むっていうことはいつしか意気込まない状態のことなわけですね。脳っていうのは本能的に急激な変化を嫌うっていう、そういうメカニズムがあるらしいです。これホメオスタシスっていうんですね。だからこのホメオスタシスを刺激しちゃダメなんですね。逆に言うと脳は少しずつなら変化することができるという習性を持ってるらしいです。これ可塑性の特性と言われてるみたいです。だから最初は毎日5分とか10分でいいんですよ。でそれが継続するようになったら徐々に徐々にその量、時間の長さ、それを伸ばしていく。これが一番継続、だから最初から量はどうのこうのって話じゃなくて、まずは継続するっていう、その環境を整えることから始めてほしいんですね。で、一番下には13歳で左脳発達書いてあるんですけども、これも面白いんで、あの脳のメカニズムというかですね、部分なんですが、13歳で左脳が発達してしまうと我々は論理的な思考に変わってしまうらしいです。逆に言うとそれよりも下のお子さんですよねは理屈抜きで丸覚えができるんです。何でもかんでも覚えられるんですね。残念ながら13歳を超えてしまうとそれはもう無理になってしまう。そうするとちゃんと説明があってそれを理解した上じゃないと物事入ってこなくなるっていう脳の特性、脳のまあ本来持った機能ですね、があるらしいです。なのでまずは文法を理解してからではないと英会話上達しないにもかかわらず、多くの英会話スクールとかは残念ながらフレーズを丸暗記させる、丸覚えさせる、それを反復させるっていうようなカリキュラムが多いんですね。そうすると大人の脳の特性に合ってませんから、基本的にはこれ正しい方法じゃないんですね。だからなかなか身につかないということなんですね。だからしっかりと文法的な理屈を理解する、あるいは型をちゃんと理解するということです。じゃあどういうものが重要なのか、英会話に必要な
英文法と型ってことですけども、現在形、過去形、未来形、否定文、疑問文、命令文です。そんな簡単なの分かってるわ。なんか、キョトンとしません？何言ってるのって。期待してたのにって。皆さん多分思ってると思います。じゃあなんで話せないんですかってことなんですね。簡単だと思うこと、分かってると思ってることを、簡単じゃないくらい毎日繰り返し練習することほど人間は難しいことはないと思います。簡単だと思うことを練習しない、このマインドを変えない限り、どんなに試験で高得点取っても、どんなに語彙力や表現力を磨いても、絶対に話せるようにはならないです。このことが多くの英語学習者の上達を妨げているんだと思います。私自身の周りにいますよ。英検がすごい人、TOEIC が900点以上超えてる人、でも話せませんって人。それはなぜか。簡単なことを徹底的に簡単じゃないぐらい練習しないからです。英語が使えるようになりたい、話せるようになりたいっていうのに、使うことしない、話すことしなかったら、それ話せるようにも使えるようにならないでしょって話です。英語はもっと難しいものだったら、もっと真剣に、もっと本気に皆さんなると思います。でも英語は簡単だから、できるようになる前に、ああ、知ってる、知ってる。ああ、それ知ってるよ。分かってる。と思ってしまうから、もうそこで思考停止なんですね。練習をしなくなってしまい、いつまでもできない状態が続くということです。英語圏に住んでない人間が毎日一人で音読トレーニングをせずに身につくことっていうのはこれ一切ないと思います。身についた状態を維持することもこれとても難しいです。だから今実際に外国人に囲まれて仕事をしているわけではないので、ずっと日本語環境なんですね、私。そうすると耳や目がとか口がね、暇してる時間なんてどんなに多忙な人だっていくらってあるんですよ。だって口って24時間話してませんから。口が暇してるのにいくらってなんですね。掃除機かけてるとき、食事作ってるときとか、街、まあ一人で歩いてるときとか、そういうときはずっと私音読してます。まあ、ほとんどのものは覚えてるものが多いので、ずっと言ってます。だそれを隙間時間にやることで、大体1日2時間から3時間ぐらいは英語を声にするようにしてます。それやらないと喋るからです。これ多分皆さんも子供の頃にね、ご自身あるいは周りの方がピアノ習ってるとか、バレエ習ってるとか、いろいろ習い事やってた方いらっしゃると思うんですけども、今どうですかって話です。毎日やってたらできたのにと思いませんか？毎日やらないとできなくなるんですよね。英語もそうです。英語圏にいれば毎日おそらく何かしら話したりとかするから、ほっといてもきっとできるようになるのかもしれません。でも、英語圏じゃないところで英語を身につけたいんだったら、毎日10分でも15分でも英語を話すってことをしないと、これは英語を話せるにはならないです。そして英会話に必要な4つの型。これは、まず1つ目は SVO、第5分形ってありますね。そのうちの第3分形です。SVO。そして右に3つあるのが B 動詞の文です。B 動詞はこの3つで全てです。B 動詞の後ろに名詞、B 動詞の後ろに形容詞を置く、B 動詞の後ろに前置詞プラス場所です。だからまずはこの4つのスペシャリストになることを、そこに最大限のリソースを注いでほしいなと思います。ちなみに語文形ですけども、英文っていうのは4つの文の要素、SVOC ですね。主語、動詞、目的語、保護。この4つの要素によって5つの文形を構成してますよねと。5つの文型の中で最も使われるのは第3文型です。なんと英文の8割以上は第3文型だというふうに言われています。これ会話も含めてですよ。ということは我々ノンネイティブはまず第3文型を極めたらいいんじゃないのって話なんですよ。そうするともう8割方英語を話せるようになるんですよと。あれもこれもやろうとするんじゃなくて、まずは第3文型のスペシャリストを目指しましょうと。誰が何する何をってことですね。言いたいことは全てこの形に落とし込んで、そして話すようにしていただけるといいと思います。これ例文がついたものですけども、第3文型をご覧ください。例文は過去形の文ですけども、私はもらいました、E メールをですよね。で、その後で副詞を付け足せばいいわけですね。
副詞っていうのは名詞以外を修飾する言葉です。この文章では上司からですね、from my boss。このフレーズがついてますけども、通常はいつとか、どこでとか、誰々ととか、まあそういった単語やフレーズが後に続くわけですね。それをだから SVO の後に置くだけで、かなり言いたいことは言えるはずだと思います。そして、B 動詞の文です。B 動詞の文は、型はこの3つしかありません。こういうことを皆さんご存知でしたかって話なんですね。この3つの型を覚えていれば、もう皆さん B 動詞のスペシャリストです。B 動詞の文で言えないものっていうのはもうないです。I am an office worker. これはまあ会社員ですってことですね。赤字の部分が名詞ですね。I am busy. 私忙しいです。赤字の部分、形容詞ですね。I am from Tokyo. 私東京出身です。赤字の部分は前置プラス場所です。もうこの型しかないです、B 動詞は。難しい英語を知っていて、例えば TOEIC 700点だ、800点以上ですとか、英検2級以上持ってますとか。でも、こういうことが抜け落ちているんだったら、やっぱり話せるようにならないですよねって話です。でも、すごく多いんですね。簡単なことを簡単にできるようになる練習。これをするだけで、まさに小説に時短で上達するという道が見えてきませんかということです。ちなみに B 動詞の後に名詞が来る、形容詞が来る文、これは第二文型です。第二文型はイコール文です。主語と補語がイコールになる関係です。そして前置詞プラス場所が来る、この文は第一文型です。主語と動詞しかありませんね。from Tokyo、 これはもう副詞ですから。I am、 主語、動詞、これしかありません。さっきの第三文型の文に、この B 動詞の文を足すと、英文のなんと9割以上をカバーするというふうに言われています。だから、この4つだけを徹底的に練習することが、まさに最速、最短の上達の道ということになると思います。こんな簡単なことはですよ。これができて初めて、じゃあ助動詞はとか、不定詞とか、動名詞とか、完了形とか、関係代名詞とか、いろいろありますね、文詞とか。というのを一つずつ丁寧に積み上げていく。これがプロセスじゃないかなというふうに思います。最後に日本語和訳ということをお話したいと思います。幼稚園児に伝えるにはって書いてあります。話したい内容が頭に浮かんだとき、まずそれを幼稚園児、5歳とか6歳とか、そういった日本人のですよ、お子さんに分かりやすく伝えるにはどうしようかって考えてみてください。難しいことをより簡単に伝えることができるのかどうか。これ、英語を話す上で非常に重要です。英語圏とか、さっきもノンネイティブ多いというお話しました。どんなバックグラウンドを持ってるか分かんないわけですね。だから、可能な限り分かりやすい英語を話すっていうのはもう大前提です。で、コツは、さっき申し上げた第三文型プラス副詞の日本語、これを量産するとですね、例えば私は昨日父が先月買った本を読みました、はい、これパッと、まあ、今これ文字を見る、あるいは頭に浮かんだ時に 2,3 秒以内でね、英語はパッと浮かんでそれを言えるか、なかなか難しかったりするじゃないかなと思います。あえてちょっと複雑めな日本語にしてるっていうのもありますけども、おそらくこれの直訳は、まあ、こんな英語になるのかなと。I read the book that my father bought last month yesterday. ただ、こんなことを言われても、おそらくネイティブもなんか長ったらしくて、なんか分かりづらい伝え方するなって言うんじゃないかなと思います。関係代名詞を使った分ということですけども、そんなことを知る必要は全くないんですね。じゃあ、どうするか。まず、父は先月本を買った。私は昨日その本を読んだ。ってことですね。で、これを英語の語順にすると、父は買いました、本を先月。私は読みました、その本を昨日。もうここまで来ちゃうと、さすがに英文が頭に浮かびませんか？ってことですね。My father bought the book last month. I read the book yesterday. ということですね。この赤字の英文の一つ一つの単語、ほとんどの日本人の方、
特に社会人の方、中学生以上の方、わからない単語ありますでしょうか。おそらくないと思います。わからない単語がないにもかかわらず、話せないっていうのはどういうことなんでしょうか。それは、英語は日本語みたいに言葉の言語ではなく、語順の言語だからですね。どういう語順で単語が並んでるかっていうのは分かんないと、正しくそれを置くことができないわけですね。だから頭で正しい英文を作ることはできない。そうするとブロークンな英語しか口から出てこないということになります。なのでさっき言った4つの型っていうのは非常に重要ですよ。すべてはまず第三文型に落とし込んで、そして最後、括弧で書いてあるのが副詞ですけども、副詞を後からくっつけるということで、ほとんどすべては言えるようになるんじゃないかなということです。英語とはってことですけども、英語を身につけることっていうのは、本当に感動する日々がすごく増えると思います。だから私自身は英語学習者、一人でも多くの英語学習者にそういった日々を送ってほしいというふうに思っています。そのサポートをしたいというふうに思って英語講師になりました。英語は夢を与えてくれる魔法だと思います。将来の自由度と幸福度を高めてくれる道具だというふうに思います。一人でも多くの英語学習者の方にそのことを味わっていただきたいなと常々思っています。英語ができるようになると、それ自体が生きがいになるので、日常でつまらないと思うことがなくなります。できることとか考えることが増えるので、悩みも減ります。自信がつくので、暗く落ち込んでしまうこともあまりなくなります。英語そのものが生きがいになることもあるし、英語で何かを見たり聞いたりすることが楽しかったり、仕事をしたりすることが生きがいになったりするので、毎日ワクワクが止まらなくなります。理想の自分との出会いっていうのを楽しみにしながら、毎日過ごしていただけたらなというふうに思います。もし英語ができなかったら、おそらく私自身今頃、厳しい競争に巻き込まれて、大変な思いをしていたかもしれません。英語は自由と豊かさを与えてくれます。これは日本にいる日本人の特権だと思います。英語ができるとお金と時間からも解放されます。なぜか、組織とか企業とか団体とか、そういったものに属していなくても生活が成り立っていく。それが実現するからです。だから老後までにいくら貯めとかなきゃ。というようなことも考えなくても済むようになります。だって60歳、65歳過ぎても健康でさえあればいつまで経っても働くことができるからです。時間からも解放されます。いろんな仕事ができるようになるからです。今現に私自身も毎日夜だいたい3時間から4時間しか働きません。それでいて会社員時代の収入よりもはるかにたくさん稼ぐことができています。労働生産性で言えば4倍以上ってことだと思います。英語の力です。僕の力ではないです。私は別にそんなエリート、さっきね、ご覧いただいている通り、エリート学生でもないですし、英語の力です。なのでもう自信がないとか、時間がないとか、忙しい、間違えるのが怖いです。恥ずかしい。そんなことはもう言ってないでください。今回お伝えした内容を踏まえて、ぜひマインドを変えて、明日から学習する姿勢をね、ちょっとだけ変えてみてください。そして皆さんのお子さん、ご家族、親しい方にもぜひスイッチをね、入れてさせていただけていただきたいなというふうに思います。Who is your legend? Who do you want to be? このことを常に強く意識していただきたいなというふうに思います。貴重なお時間を割いて、最後までお付き合いいただいた方々はご縁ですので、今後は何か私自身お役に立てることがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。可能な限りどこへでも飛んでいってお話をさせていただきます。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さすがの熱のこもった講演、大変ありがとうございます。参考になりました。はい、ではこの後今後のイベント予定を少しご案内させていただいてから、少し時間を置いて、Q&A 懇親会に移りたいと思います。すいませんね、普段といろいろ勝手が違っていてですね、行動が緩慢になっているのですが、悪気はございません。これかな。はい、今後 のイベント予定です。はい、明日は矢野先生による日本人の曖昧な英語を分かりやすく伝える方法を 3D プリンターの開墾&診察会18回目、分散投資のセカンドオピニオン、イスラエルをめぐる旅、読み聞かせでお話の世界を旅する、5000年前の航海を足船で再現、社風を生かす個人力などなどございます。興味を持っていただいた方はですね、ブリチャンネルの社外ポータルや福間の YouTube チャンネルをインディアンドフォロー、チャンネル登録などでいただけると、名称が飛ぶと聞いておりましたので、ぜひよろしくお願いいたします。場所はこのままで、この後Q&A 懇親会を、そうですね、トイレ休憩挟んだ後にやりたいと思いますので、興味を持っていただきましたらご参加いただけると嬉しいです。またアンケートも先ほどお願いしておきました。お手数をおかけしますが、相談者へのコメントや上の維持発展のためにも、ぜひ忘れないうちにお願いできると嬉しいです。最後に、素敵な登壇をいただいた根岸様に改めまして拍手スタンプをよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこちらで、録画は一旦停止させていただきます。失礼します。